Opa! でもその前のライズもまた面白かったです。そうだね。別のやつかな。別のやつだよ。だって今のやつは下に逃がしたから。確かに。観光時で昨日これ頑張ってやってきました。まあ無理だよね、渓流で声をかけるってさ、このクソ広いところでさ、うん。よし、ちょっと西田さんのゴリゴリの装備を。ゴリゴリの装備を。ああ、決して釣り人じゃない装備をちょっと取らせてもらっとこう。カバンかっこいいっすね。これお、いいね、いいね、いいね。お疲れ様です。お疲れ様です。よっ、どっか、最後第一ロープギリギリだから気をつけて。マジで超ギリギリやからその、そう、岩棚のところで足を置いて、そこで外す。そう、そこで外す。あ、ありますよ。ここ降りてきたと同じライン。あ、じゃあ大丈夫だ。で、ここに足場があるんで、ここまで行けますか。あ、もしかしてここ。もう一度下だと安心だけど、西田さん最後ザイルギリギリなんで、
あっちはもう水平も無理。あっちはやばいね。うん。釣れる釣れる。そこを釣れるよ。うん。あの木の下ぐらいから流したいけど、ね。そう。木の下ぐらいから流したいんだけどね。それをキャップできるか。お、まいちゃん。最高だけど。最高だけど出ない。惜しい。やるべきことでもやってる。ナイス。よし。よし。ついてる？お気に入り、お気に入りの手じゃあいいとこ行ってんだけどね。じゃあもうちょっと流れの近くの方に行ったらどうかな。来た。惜しい。まあいいかな。オッケーですか。カメムシが。私のおにぎり。ヒレの口の白さがいいね。ですね。うん。ガングロかつヒレの白さ。OK。じゃあ。入ってる？ちょうど僕の真横を90度。あー、いるね。あの奥が大滝なんじゃないのかな。泣いてる泣いてる泣いてる。さっきより
あ、そこで西田さん、竿を気をつけて。よし、じゃあ。ああ、本当だ、泳いでますね、うん、大岩のちょうど向こう側、うん、ランディングからしか取れていないが、うん、でもいいんじゃないでしょうか。うん、いいですね。いいよ。でもその前のライズもまた面白かったです。そうだね。別のやつかな。別のやつだよ。だって今のやつは下に逃がしたから。確かに。遅い。はい。ナイス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 。全然見てなかった。言わないですね。あ、言わなきゃ。またこの辺日陰っちゅうのもいいのかな。波だったら少しずつ少しずつ前に。見てると、竹のちょっと影になってるところのが釣れてますね。ね、うん、やっぱもう直射日光当たるとこはだいぶ暑いのかな。嫌なんだね。白輪にもうぶち当てるぐらい。ドキ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 で、動画撮影で超過の自動判定あったら超便利だと思う。ファイル名に超過ありとか入ったらね。望ましいこと、その上に超マニアック機能来た。バレる。おサイズもそんなによくある。いいね、いいね。
バッチリ。イワナの方がむしろヤマメとかアマゴよりも